こんにちは、こんばんは、おはようございます、今回はですね、ショーペンブログさん、ヒップホップ嫌いが綴るヒップホップブログっていうね、これ、まあ、今あんまり更新されてないんですけど、このブログ、その名の通りヒップホップあんまり好きじゃないヒップホップアンチなんですけど、ヒップホップに関しての、まあ、考察とかそういうのを上げられてるブログのブロガーの方がいらっしゃって、まあ、あんまり更新されてないんですけどね、最近結構そのヒップホップ嫌い視点から見るヒップホップに対するツッコミみたいな記事が結構多くてですね、普通ねアンチの方ってそんなにこうリテラシーがファンの方よりもない場合が多いじゃないですか、当然なんですけど、この方はねすごいヒップホップ詳しいんですよね。でもあんまり好きじゃないっていう視点が結構面白いブログがあるんですが、その中でバビロンという言葉、これヒップホップでもよく出てきますよね。日本のヒップホップでも警察を揶揄する時とかによく使われる言葉ですけども、このことに関しての考察が結構面白かったので、今回ちょっと取り上げさせていただきます。ご興味のある方は見ていってくださいね。じゃあ早速見てみましょうか。バビロンですね。バビロンとは何か、どんな意味、バビロンという言葉には強大な権力、資本主義社会を風刺する内容が意思が内包される、ジャマイカのパトワ柄から、そうですね、レゲエでボブマーリーが、まあ、バビロンシステムって言って、まあ、この権力ですよね、権力のことを主に指すんですよね、バビロンっていうのは。で、まあ、バビロンシステムって言って、その権力側の、まあ、法律とかを、その何て言うのかな、まあ、法律に反してる人を捕まえたりするのが警察の役割じゃないですかね。まあ、それを、まあ、その権力の犬みたいな感じで揶揄して、バビロンの犬、まあ、犬野郎みたいな感じで、まあ、よくね洋楽とか、洋楽じゃねえや、あの映画でね、洋画とかで警察をね犬野郎みたいな感じで言ってるシーンよくありますけども、まあそうですね、そういうことですね。電水インスタライブで有名なレゲエアーティストでもある電水インスタライブで有名なレゲエアーティスト、マンジラインもバビロンシステムという言葉をよく使い、資本主義社会を批判している姿も見られる。なるほど。海外の環境と日本の環境におけるバビロン、これも読ませてもらったんですけども、そもそもその黒人の奴隷文化があるっていう国のジャマイカと日本では同じようにバビロンっていう言葉を日本人が同じ意味として使うのはちょっとおかしいんじゃないかっていう意見ですよね。まあここにも書いてあるんですけども、政府からの保証もないような国ではバビロンという言葉はリアルだと思う。だが日本において権力を憎み警察をバビロンと呼んで毛嫌いするのはリアルだろうかって書いてあるんですけど、まあなるほどねって感じですけども、この筆者ブロガーの方のご意見では、日本はにおいてラッパーが使うバビロンという言葉にリアルを感じたことがない、日本のラッパーはバビロンという言葉を警察への別称としての意味でしか使っているようにしか見えない、さらに日本のラッパーが警察を嫌う理由が見つからない、せいぜい大麻を捨てたら捕まる逆恨みぐらいだ、それは中学生が補導されて警察を憎むのと同じだって書いてありますね。だいぶ辛辣なツッコミですね。要はその中学生とかがふざけんなよ警察うぜえよって言ってるのとあんまり変わんないじゃないかと、カッコつけてバビロンシステムとか言ってんじゃねえみたいな感じですよね、これはね。まあちょっと読み進めていきましょうか。社会的弱者とは何か、日本人のラッパーたちが使うバビロンとは、中学生の言うマッポやポリコ、サツと同じ響きを持って僕には聞こえる。権力に対してではなく警察を指している場合が圧倒的に多いからだ。バビロンを警察として発言する場合を前提として以下の記事を書く。酒を飲む、タバコを吸う、夜中に集まる。中学生ヤンキーはそれを警察官が阻止しようとするから嫌いなだけで、国家権力を批判しているわけではない。なるほどね。だがラッパーたちの言うバビロンは、対象を大きくしてそれっぽい雰囲気を出したいだけで、本質的な意味はマッポと変わらない。自分たちのしたいことをしていたら警察が注意するから嫌い。彼らは彼らの仕事をしているだけだ。警察を恨むのは筋違いだ。ああ、なるほどね。だから要はもともとね、バビロンっていうのはその権力の無理やりな行使だったり、その自分たちの権力を利用して一般市民とかね、理不尽なことを働いていたっていう歴史が、まあ、あるわけなんですけど、ただ日本のラッパーはそうじゃなくて、自分たちが悪いことをして、まあ、それを捕まえるから警察がうぜえって言ってるだけで、その警察は自分たちの仕事をしているだけじゃないかと、その犯罪の抑止を仕事をしているだけで、別にその元々あるバビロンっていう意味の国家権力を使って、まあ
善良な市民を悪い風に陥れるとかそういう意味ではないから全然意味が違うよっていうのをこの筆者の方はおっしゃってるんですけども、まあ皆さんはねこれどう思いますか。わりかしね耳が痛いっすよ。だって正直その国家権力への批判っていう風に使う、まあ、警察の汚職とかありますよ、不祥事とかあるけど、まあほとんどの警察って真面目に仕事してるし、そのなんつうのかな、権力をなんかこの権力を使ってなんか俺が牛耳ってやるぜみたいな感じの人ってあんまりないと思うんですよ、その警察の人の中に。だからまあジャマイカの人たちがもともとあったね、その権力の理不尽な行使っていう意味でのバビロンっていう意味では、確かに日本でバビロン、なんかファックドバビロンとかって、まあどうなんだろうなとか、俺もちょっと思うときあるんですよね。もちろんそのアウトローのラッパーはずっと不良としてやってきたわけですから、警察に恨みを持つっていうのもわかるんですが、まあこの人の意見ではそういうね、警察うぜえってただ言ってるのとあんまり変わんないじゃないかっていうのがこの方の意見ですね。はい。不良イコール社会的弱者ではない。そしてただただ不良だった人々は社会的弱者とは言わない。環境のせいではない。自分で選んだ道だ。アウトサイダーになったのは本当に仕方がなかったのか。日本には義務教育があり、学ぶ機会ができるだけ平等に与えられる。もちろん日本という国においても例外はある。なるほどね。要はその日本で不良っていうものになってしまう人は自分から選んでグレてるんじゃないかと。その海外みたいにアウトローにならざるを得ないんじゃなくて自分で選んでなってるんだから、それもまた違うんじゃないっていう感じですかね。まあこれはね結構言われてる、昔からね言われてきたことではあるんですよ。このバビロンっていうあのテーマじゃなくても、その日本は海外と違って、まあ、自分からねグレてるから贅沢じゃないんだけど、悪いことをしないと食えない海外とは違うじゃないかみたいなね、よく言われますけどね。残念ながら日本のヒップホップ界隈でバビロンのせいと言っても周りの環境への責任転嫁にしか見えない。過去から日本にはヒップホップは似合わないと言われた理由は日本が恵まれた国だということにある。まあ結局ここに帰ってくるのか。なるほどな。リアルを歌うならそこを理解しなければいけないのならないのではないだろうか。形だけの反体制をやめてはどうか。何が言いたいかというと、日本という恵まれた国にいて自分からアウトサイダーになったくせに権力や警察をバビロンなんて呼び毛嫌いしているのはクソダサいし、それこそリアルじゃないと僕は思う。アメリカや発展途上国の人々が使うバビロンと日本のラッパーが使うバビロンは重みが違う。文化の上積みを奪ってるのはどっちだ。おお、だいぶ言ってますよこれ。さあこれはねちょっとどうしよう結構痛いとこついてきますねお兄さんって感じですけどコメントしづれえな。ちょっと皆さんのご意見ぜひともコメントで聞かせてください。ちょっと先とりあえずちょっと先読んでみますね。ラッパーの言葉を自己正当化に使うな。この炎上記事でコメントやツイッターに炎上したんだこれ。悪イコールヒップホップなのか。まあ炎上しそうだよな。俺もこういうチャンネルやってるから分かりますよ。この手のやつは炎上するよね。普通の人間サイドからそうこれめっちゃ来るよな本当。何なんすかね。ヘッズめちゃくちゃ多いっすよこの。なんか俺は波乱万丈に生きてきたんでちょっと普通の人の気持ちは分かんないっすねアピールみたいなの、だるいよ本当に。やめた方がいいと思いますねこれは。自己陶酔してんなって書いてありますけど、これに関してはちょっと自分もそう思うかもしれないですね。なんで君たち悪側目線、ラッパーたちの曲を慰めに使っているならそのままいればいい。悪い自分たちを正当化するために彼らの力を使っていればいい。この日本で生活している以上、生きていることすら難しいくらいの貧困はほんの一握りだけだ。一握りの人々以外は自分は社会的弱者アウトロだと思い込み、ラッパーたちの曲に慰められながら弱者救済を建前に動く活動家に助けられながら惨めに生きていけばいい。これちょっと煽りすぎだろこれ。煽りすぎたって書いてあるね。低レベルなあだ名をつけて喜ぶ人々。はい、なるほどね。 KW 社員が小池百合子都知事のことを腹黒毒老婆とつけあだ名を自画自賛。そんなこと言ってたのあの人。社会派ラッパーって言ってるのにそんなこと言ってたの。それは良くないね。ちなみに僕ショーペンは
悪イコールヒップホップなのかの記事でちょっと炎上したときに、妖怪ヒップホップ嫌いと何のひねりもないアナロ、小学生から精神が成長してない人間はこの社会煽り体制高いなこの人。なるほどね。まあそのヒップホップアンチなんだけど、ヒップホップに対してまあ理解があるみたいな感じの、こういうね、こういう感じのね記事が多いんですよこの方はね。だからまあ炎上というかヒップホップファンを軽く敵に回す感じなんですけど、まあ結構面白いですね。まあこんな感じなんですが、まあバビロンね、結構痛いとこぐさぐさ言ってきたなって僕はねちょっと思ったんですけど、まあ、途中にあったその日本人のなんか不良の背景と、そのなんかそういうのはねちょっと置いといて、ただねバビロンっていうことに関しての言葉の使い方に関しては結構ね一考するあの余地のある記事じゃないかなと僕はあの思ったんで、ぜひとも皆さんの意見もコメント欄で聞かせていただきましたらありがたいです。というわけでこの動画もしいい暇つぶしになったという方はチャンネル登録、高評価していただきましたら嬉しいです。このチャンネルメインではかっこいいラッパーの紹介動画をアップしていますので、ご興味のある方はよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。